こんにちは。これ皆さんご存知ネイチャーハイクのテントです。2人用。近頃はライトトレッキングとか言って結構軽めの装備で登って降りてくるっていうね。でまあスピードとかまああと余裕ね、体力的な余裕ができれば安全にもつながります。なのでまあなるべく装備を軽くしようということで、このネイチャーハイクのテント、そもそもこのネイチャーハイクのテントは軽いんですよ。1215グラム、まあ1200グラム台ですね。でそれをさらに軽くしようとちょっと考えまして改良しました。なんか違いが違うなーって感じしますか？どこが違うのか、これを見て違いが分かる人はすごい。ウルトラライトトラッカーですね。はい、中を開けていますよ。さあ、こうするとよくわかります。はい。なんとですね、本体がありません。フライシートとグランドシートのみです。で、その時にね、ちょっと気になるのが、ここの、この辺りのこの隙間がね、かなり開くんですよ。結構ね、それがね、もうもろ見え、だだ見えぐらい開いてしまうんで、そのちょっと改良を加えました。どう改良を加えたかというと、この骨の部分の前の赤い部分を 5.5 センチカット、そして後ろの長い部分は、10センチカット。そうするとほぼグランドシートとこの外側のねフライシートのみで結構ぴったりと収まる感じ。ね。まあ夏はね、だいたいこれで寝れます。まあ夜露がしのげますからね。まあこれで十分寝れるっていう感じですね。だいたいグランドシートをね、使わないキャンパーもかなり多いと思うんですよ。ね。まあそんな感じですね。はい。試してみました。ね。このネイチャーハイクは、中は狭いですね。ただ山岳テントとしてはとても軽いので、持ち運びはすごく楽。はい。まあそんな感じですね。はい。これね、もうだいぶ前に買ったトラックマンっていうね、中国製のテントなんですけど、このトラックマンもね、実質 2.3 キロぐらいあるんですよ。ペグとか全部入れるとね。でもね、それがね、フライシートとグランドシートだけにしたんですね。そうするとね、1350グラム、そのぐらいです。これはネイチャーハイクよりもね、かなり中は広いですよ。はい、こんな感じです。これならね、二人寝て、中でご飯もゆっくり食べれて、十分ね。ね、普通にこう座ってもね、結構まだね、頭に余裕があるんですよね。でもネイチャーハイクだとね、もうね、どっかぶっかってますから、はい。まあだから、ちょっと快適さ、広さを考えたらね、まあやっぱりこのぐらいの大きさがいいかな。でもね、普通のこのぐらいのテントだと、まあ大体 2.3 から 2.5 キロぐらいっていう重さなので、でもね、こういう風にインナーを外してしまってグランドシートとフライシートだけにしたら、まあ 1.3 キロとかね、 1.3 キロ台だったらね、テントとしては軽い方じゃないかと思います。よかったらね、皆さんもぜひ試してみてください。ライトトレッキング最高。